ミッティさんの、華麗なショットを見ながらニュージーランドゴルフ事情を知りながらやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。これは左ドッグレッグになってて、またちょっとくぼみがあるんですが、でレディースだとパー5になる。そうなるんだ。そうそう、だからレディースティーが黄色が一番後ろにあるでしょ。おい、面白いこれ。本当だ。そうなんです。じゃあこれレディースはパー73。73じゃなかったの？3つもやんのかよ。増えすぎじゃない。びっくりした。70、うん、少しか。あそこにリップがあるので、左に行きすぎると超打ち上げになって大変です。リップってディップって何ですか？ディップっていうのはくぼみとかみ、そういうやつ。Always again. そうそう。わあ。ちょっと前ちゃん。傾斜よね。傾斜かな。ちょっと左傾斜、上り傾斜になってたら嬉しいけど、変なとこに止まってる可能性もあります。でも結構シビアなんだ。マスポックリほんとでかい。でかこれ全然見えないんですけど、とりあえず打ちます。これがディップってやつ。うん、まあまあ、しょうがない。傾斜がフェアウェイが左から右に傾いてるんで、多分すごいビビりしてると思います。あ、そうなんだ。難しそう。これはもう乗れば OK と思って打ちます。はい。まっすぐ行った。これミンボルだよ。おお、かなりいいです。素晴らしい。落としどころ良かったね。良かったです。すごい。いやないでしょ。同じ段に乗せました。素晴らしいよ。いやー、よいしょやろ。あ、来た。ラバーポート来た。Tさん、バーディーパット。素晴らしい技術でした。もうこのチャンスが来ることが久しぶりすぎます。遅い。ね、今日遅い。うん、そういうやり方する感じだ。遅い。伝わった。それはどこ左？まっすぐ飛びすぎると、まっすぐ飛びすぎるとブッシュに入っちゃうんですね。で、
わあ。うまいよ。なんでそんな当て方ができんの。これで多分キックして、めっちゃ左に嘘。流れる。めっちゃすごい戻ってきてるよ。知らなきゃ分かんないよこんなの。やばい、分かった今。みーちゃんはゴルフ始めてどのぐらい経つんですか。二十数年ですか。すごい。7歳の時から始めました。例えばご両親で。そうですね。特に母親がすごいゴルフ狂で。すごいね。私姉と二人姉妹なんですけど、その主婦で小さい子供二人をおじいちゃんおばあちゃんに預けて自分だけゴルフに行くと怒られるからっていう理由で子供も一緒に連れられ、はい、最初は親の英語だったんですけど、まあ、今では感謝してます、はい、見事にハマって、はい、素晴らしい、はい、第2のゴルフ教です。アゲンストなので145ぐらい打ちたいんだけど、どこで飛距離上がってるんじゃないですか。おかしいな。パー4です。あれがピンですか。あ、そうですそうです。林の向こう。ピンクいった方がいいじゃん。そしたらね。これがこっち側が9番で、向こうから来るのが6番。そう、6番です。めっちゃこっち来てる。やっとこれ込むとさ、こんなこと厳しいよね。事故とか。そうですね。ですけど、アゲンストがあるので、3番ウッドで打とうと思います。おー、止まれで。止まれ、止まった。止まった。すごい流れる。多分ギリギリ大丈夫。めっちゃ流れる。ギリギリ大丈夫です、ね。そんな転がるんですね。高く売れるからそっちが増えてきてるって聞きますよ。OG ビーフもありますしね。まあそうですね。あのルートで売るんじゃないですか。欲しかったですよ。そうですよね。美味しいと思います。ラムはどういう食べ方するのが一般的なんですか。ジンギスカンとかないですよね。ジンギスカンはないですね。なんか薄切り肉があんまり売ってなくて、マーケットとか行っても豚の生姜焼きとか作れなくてビーフチョップになっちゃう。あ、オーブンも使い慣れると結構便利で、放置しておけばいいだけなんで、
ライソン。ナイスボール。